Hello everyone! Welcome back to Amy's Conversation Class. 今回は前回聞いた北アイルランドに関する英会話の意味や文章の主なポイントを学んでいきましょう。あかり、Have you ever seen the film Titanic? ねえ、あかりさん、タイタニックという映画は見たことある?何々をしたことがあるというフレーズは英語で Have you done 何々か Have you ever done 何々になります。 ever を使うと意味が変わりませんが、一生のうちにこういうことはしたということを強調します。 Yes, I have. It's one of my favorites. あるよ、一番好きな映画なんだ。 Mine tooDid you know the real ship was built in Northern Ireland? え、私もめっちゃ気に入ってる。もう知っていたかな?あの船の本物は北アイルランドで建造されたんだよ。日本語で話すときは繰り返した言葉をよく聞きますね。英語で話すときは大体繰り返すことを避けるようにします。先ほど聞いた文章を言い換えると、It's one of my favorite films. It's one of my favorite films too. になりますが、その直前に映画を聞きましたので、It's one of my favorites. Mine too. と言っても、映画の話が続いているというのがわかります。I didn't know that. What other films do you like? 知らなかった。エイミーの他の好きな映画は?I love the Chronicles of Narnia films. I don't suppose you've ever heard of them. ナルニア国物語が大好き。もしかして聞いたことある? I don't suppose を日本語に直訳すると思わない、見受けないになりますが、もしかして、もしかしたらという意味で使う場合が多いです。それで、by any chance のようなフレーズも使えます。そうすると、 By any chance have you heard of these films? もしかしてこの映画は聞いたことあるのような文章になります。 No sorry, I haven't heard of them. うん、ごめん、聞いたことないな。 They are fantasy films based on a series of books by C.S. Lewis. He is also from Northern Ireland actually. あの映画はC.S. ルイスという作家が書いた小説のシリーズを原作としたファンタジー映画なんだ。実は C.S. ルイスさんも北アイルランドで生まれたよ。映画のジャンルといえば、カタカナで書く外来語の単語が多いですね。ファンタジー、ファンタシーはもちろん、サイエンスフィクション、サイエンスフィクション、ホラー、ホラー、コメディ、コメディ、ドキュメンタリー、ドキュメンタリーなどもあります。Wow, that's so cool! I would love to watch them someday! わー、すごい!いつか見たいな! Would love to は would like to、 つまり want to、 何々をしたいと同じ意味になりますが、 like より loveの方がその希望をもっと強く示すと思います。それは I like you 君が好きと I love you 君が大好き、君を愛してるの違いになってます。では皆さん、どうでしたか？機会があればいつか北アイルランドに行ってみてくださいね。Thank you for listening to our small series about the regions of the UK. See you again soon!